兄が去年不倫して離婚、職も失うことになった。いきなり実家に知らない女の人を連れてきたので何事かと思っていたら、兄さんとお付き合いさせていただいている、A と申します。こちらはほんのお気持ちですが、あと菓子折りを渡してきたことで不倫発覚。親が、うちの長男は結婚してますよ。とパニックになりながら返すと、相手女性もパニックになっていたそう。兄は俺既婚者なんだよ。びっくりした?とケラケラ笑っていたらしい。女性は半年前に付き合い始めたらしく、親への挨拶も兄から言い出したことだそうだ。軽い気持ちで遊んでみたけど、仲面白い親に紹介したら何やってんなとびっくりするだろうなぁとドッキリ仕掛けてる気分だったらしい。親が女性に謝り倒してる中、兄は嫁には内緒でね。とニコニコしてたとのこと。これだけでもバカすぎるけど、兄がさらにバカだったのは、職場の男性たちにも女性を紹介していたこと。男性たちも悪乗りして、彼はあなたと結婚したいと思ってると盛り上げたと言っていた。兄の結婚式には、同僚も多数参加していたから、既婚者であることを知らないわけはない。兄嫁も妊娠中だったが激怒して、お腹の子は産みたくない、手術すると言い出した。母は、子供には罪はないし、息子は同意しないと産ませようとしたけれど、私は、兄嫁さんの意思を尊重すべきと、なだめて手術。女性はというと、わざわざ、兄の勤め先の本社にクレームを入れた。さらに、携帯の GPS が調べられた結果、勤務中にホテルに行ってたことも発覚し、自主退職を勧められ退職。他の同僚たちも言及食らったらしい。兄は、離婚した兄嫁さんからも、女性からも訴えられて、職も失って、げっそりするかと思いきや、他の職をさっさと見つけて、また、他の女性を親に紹介している。何がわからないって、うちの両親は、何事もなかったかのように、あらいらっしゃい。彼女ができたのか、あと、兄の過去を内緒にしていること。孫が見たいから、女性は誰でもいいらしい。